この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようかんです。今日の動画はですね、友人から貸していただいた、Google Pixel 7 Pro の商品レビューとなります。友人の K 君から、Google Pixel 7 Pro だけを知らされて、実際どういう容量はどのくらいなのか、色は何色にしたのか一切わからない状態で渡されたので、それも楽しみつつ開けたいと思います。まずは、公式サイトを見ると色バリエーションが3つがあって、ヘーゼルとスノーとオブスデン、黒曜石、日本語で言うと黒曜石かな。まあここではもう黒、白とグレー色としましょう。何を買ってんのかな、あの人やったらこのグレーが 90% 買おうかなと思ってます。はい、ではちょっと開けたいと思います。ちょっと借り物なんで丁寧に扱わないと後で怒られるんで、ちょっと気をつけます。正直はですね、他人の買ったものをレビューするのも今回は初です。よし、いきますよ。ありがたく新しいスマホを貸していただいたんで、何色でしょうか。うわ、大外れですやん。黒を買ってますやん。うわ、ちょっと失敗しましたね。てっきりこのグレー色、ハーゼル色と思ってました。まあ黒を買ったっていうことで、開けていきましょうか。あ、 Google は封は何もないですね。 Apple ですとここに紙の封がされてますね。これは何もない状態です。そのまま開けれるようです。はい、箱から取り出しましたので、ちょっと見てみましょう。で、裏の黒は、確かに黒曜石みたいな真っ黒ですね。もう光の影にもよるんですけど、もう綺麗な黒です。とてもシックで、K 君、黒でも黒のイメージでもありますね。彼は結構黒のスマホ持ってますからね。で、カメラの出っ張りはさほどそんなになくて、 iPhone 14より14 Pro よりは全然、出っ張りは少ないです。で、ここも、後のカバーを、つければある程度カバーできるんかなと思います。はい、では、初のビリビリを開けましょうか。これは他人のスマホで緊張するな。ピリ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 、まあ後でちゃんと保護フィルムを貼ってあげますので、サービスとして。どう、画面は大きい。 iPhone 14 Pro より大きいですね。はい、ではまず開ける前に、保護フィルムを貼ってあげましょう。はい、本体のレビューは一旦これで終了とします。何もやってませんが。次は、保護フィルムとカバーをレビューするんですけど、その前に一旦休憩タイム入りたいと思います。じゃじゃん、こちらは同じく友人の今回、Y 君からいただいた差し入れになります。あいつこの前に東京に行って、ついでやったら、これを買ってこいと言ったら本当に買ってくれました。まあ、ありがたく、ありがたくいただきます。ありがとうございます。はい、次、こちらのカバーと保護フィルムが入ってるんで、これを開けたいと思います。どんなカバー買ってたんでしょうね。
本人曰くカラフルなやつの可能性もあれば、ミニオンズのカバーも可能性もあると。まあ普段 K 君の感じですとこれと一緒なシックな感じのめちゃくちゃかっこいい、かっこいいこのデザインを損なわないようなケースと思うんですけどね。あとフィルムはおそらくガラスフィルムをかけたでしょう。まあ開けてみましょう。お、的中、ガラスフィルム。はい、ガラスフィルムです。で、ケース、こちらはケースですかね。クリア PC。どんなやつでしょうかね。ちょっと開けます。では、失礼します。おー、はいはいはい、シリコンのケースですね。ごく普通なけど、まあシックはシックですよね。もう透けてたら、先ほど話出ましたこのカバーをケースをつけるとここの、カメラの部分もねカバーもできるし出っ張りもある程度吸収できるやと思います。ガラスフィルムこれから貼っていきたいと思います。メーカーとかもわかんないんで適当に買ってるでしょうね、まあ、これもどこのやつを買っても一緒やと思うんで、どれでもいいと思います。サービスとしてこれを貼ってあげますが、先に、言っときたいことはここら辺書かれてる貼り付け方向はもう一切見ません。なぜかというと羊羹が、フィルム貼りのプロですから。あ、お、こちら2枚が付いてますね。もう1枚が失敗してももう1回スペアのやつがあるということですね。まあこんなの失敗はしませんけど、本当言いますとこれ中国ではねこのガラスフィルムを専用で貼る職業がちゃんとありますからね。僕は日本に来るまではこのフィルムを、渡して貼ってもらうもんと思ってました。なぜか日本はそういうサービスがなかなかなくてね、自分で貼らんとあかんということになってるんですけど、それでもう自分の今までの貼ってたフィルム、携帯を経験を生かしてもうぴったし埃なしで綺麗に貼ってあげたいと思います。あ、こちらはカメラ用のやつですね。もう一回でちょっとエッジを押してあげて、なんだこれは、ん、これはこんなもんかな。いや違うでしょう。はい、ちょっとびっくりして後で調べてみたんですけど、やっぱこういうもんですね。買ってた、多分 K 君が買ってたこのガラスフィルムが、硬質でここが指紋認証のセンサーと思うんですけど、ただ貼り付けると隙間があって指紋認証とガラスフィルムをぴったしくっつかないとなんか多分反応がしづらいで、こうわざとこういう仕様で指紋認証のとこだけがノリが乗られてて、ここぴったしと付着させるような仕様と思います。はい、続きまして裏面のカメラの方も貼っていきたいと思います。次はちょっと電源をつけたいと思います。はい、電源オン。あ、 Google のマークが出まして、
あ、けどやっぱりここ下のところが分かりますね、この保護フィルム。これは、まあ、気になる人は気になるんですけど、気にならない人はこのまま使用していただいても問題ないかなと思います。ちょっとだけ分かりますね。簡単設定はしましたけど、一回開けてみますと、あ、Google のスマートフォンは初めて使うんですけど、最初にインストールされているアプリは本当に少ないですね。その他の、要は前使ってた Xiaomi では、最初からデフォルトでいろんなアプリが入っててごちゃごちゃにするみたいな、あれが嫌で、それも Android 一つやめた理由なんですけど、この Google スマートフォンは何もないですね。本当に Google ストア、Gmail、フォト、YouTube だけですね。これはいいです。すっきりです。はい。一応簡単なレビューは以上となります。まだこれを明日返さないといけないので、動画は一旦ここまでにしましょう。あんまり内容が薄すぎて、話すことはないんですけど、もしこの動画が好きと思いましたら、ぜひぜひいいね、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。